おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあ、皆さん最終日です。まずはルーティーンの体操からやっていきましょう。はい、ではまずは手を組んで上に伸びていきます。バッテ、一度脱力。もう一度吸って、ひっくり返して上に伸びきります。はい、開いていきましょう。はい、そしたら、右手をキャッチ。で、伸びていきましょう。横に、ずーっと遠くへ。で、戻して、入れ替えて、反対。はい、戻します。はい、じゃあ首を下に。はい、今度は上です。戻して右側へ倒します。いける人、こう左手を遠くに伸ばしていくとさらにストレッチします。はい、反対です。右手を遠くに。はい、戻してぐるっとゆっくり右から回していきましょう。はい、反対です。はい、じゃあラスト、肘をくっつけて後ろにぐるっと回していきます。もう一度肘を近づけるようにして後ろに肩甲骨を回していきましょう。伸びて遠く通って後ろ、ラスト。はい、 OK。 じゃあ一度リラックス。そう、肩をちょっとね、くるくるとちょっとね、浮き沈み。さあ、どうでしょうか。ステージぴったりですね。今日は早いですね、皆さん、コメントが。はい。はい、おはようございます。おはようございます。5月6日、起きてますね。見てますかね。はい、グッドモーニングラミス、ボリューム、逆ですね、6、6でございます。はい。チアダンスをやったり、新しい授業を作ったり、本を書こうとしていたり、止まらないで、常にチャレンジしようとしています。グラビスです。はい。ついに最終日ですね。早い。無事に起きれましたというわけでですね。昨日は、まあ私たちが考えるこれからの時代に必要なことについて、朝7時からね、お話しましたけれども、早いね。6日間、皆勤賞の方がね、なんかいっぱいいらっしゃるのかな？ね、いると思いますよ。どんどんあのコメントでアピールしていただいてね、いました。あの、もしなんかこれグッドボタンとか押せんのかな、後からいける？どこでできないんだっけ、あの高評価みたいな。あ、できます、できます。ちょっとコメント恥ずかしいわみたいな人はせめてそれだけでポチッとやっていただけたらね、アピールなるかもみたいな。はい、というわけでグッドモーニング、今日はですね、最終日なんで、グッドモーニングラビス、GMG をやってみてと、これからというわけでですね、まあ、フィードバックっていうのは振り返りですね、っていうのをざっくばらんにお話ししていきたいなと思います。ね、ゴールデンウィークっていうものが、一応一区切りっていうことでございますね。そうですね。ね、2020ゴールデンウィークというわけでですが、今年はどうでしたか？皆さん、一応4月の末からだったのか、なんかね、ステイホームが長かったからね、あれですけど、まあ、グラビスのレッスンも一応4月5週目かからは、ズームもちょっと一旦お休みで、まあね、ライブレッスンはやってましたけど、1、2、3がお休みで、月曜日からかな、再開はしましたが、なんか、去年はね、令和最初みたいな感じでね、1年経ったってわけですからね、あの大型連休って形で、ね、そうそう、昨日ね、ブログ振り返ってたからあれなんだけど、ちょうど去年のそのみんなのゴールデンウィークはそれぞれの日常を書いたなって思ったんだけど、そうそう、どうでした、ゆり先生。いやーね、ゴールデンウィーク、まあそのゴールデンではなかったですよね。なんでゴールデンなんだろうね。うん、でも、うん、なんか
まあ、やっぱり外に、ね、出ない分、その外の動きっていうのもわからないし、なので、まあ、やっぱり、ね、皆さんも感じているとは思いますけど、こう、まあ、結構、そのゴールデンウィークっていうイメージは、全然なく普通の日常にこうなっているかなっていう、まあ、正直な感想ですね。ね、私、思いっきり電車を間違えましたね、だから。ちょっと、時間が、だから休日ダイヤなのか、平日ダイヤなのかっていうことすらちょっと忘れてた部分はあったんですけど、まあでも、意外と私、お家好きなんだなっていうのは思いましたけどね。めっちゃ掃除しましたっていう話をね。ここで動くために、より掃除の幅が広がって、すっきりしましたけど。でも私もいらないものとかも捨てました、結構。今日ゴミの日だ。街なじみゴミの日。世田谷区もゴミの日なんですけど。そうそう。まあ何よりこれですわ。私はね、この早起きっていうことが、非常に例年にはないお休み。でしたけど。でね、さっきちょっと3人で話してたんですけど、起きなきゃと思ってるからさ、夜中のね、昨日の緊急速報？皆さん起きました？さすがに起きるんじゃないですか、あのボリューム。間もあったんだよね。平日、あ、夕方、夜か。7時。一昨日とかですよね、多分。あれだっけ？いや、結構最近でしたよ。ね。なんか、しかもさ、全部鳴るじゃない？ありとあらゆるものが、ね、そう。携帯と、外も鳴ってるからね。あ、そうなの？え？そう。外でも鳴ってると思いますよ。何が鳴るの？市内の放送みたいなのあるじゃないですか。へえ。全然気づいてない。だから結構近い人はうるさい。うち結構近いのかな。うるさいですね。そうなん。牛蜜時でしたよね、昨日はね。また私もうとうとしててさ。朝？みたいな。違う、これは何だ？みたいな。本当にもう心臓がもう破裂しそうになるぐらい怖いから嫌だ。ね、自分の心臓のバクバクが揺れてんのかと思って、昨日はでもちょっと揺れたのかな、と単位もね、揺れたね、みたいな感じでしたけど。オフにしてるので起きてませんっていう人もいる。でもみんなステイホームでいろいろ楽しんでる感じですかね。ねえ、いいじゃないですか。スリンキーさんは？スリンキーなのかミニオンなのかさんは、はい、どうすりみにです。ぞ。スリミニ。今日ちょっとゲストをお呼びしてるんですけど、今日？いいですか？はいいですか？ちょっと時間いただいていいですか？すいませんね。じゃあ、ちょっと雑談してていただいて、ください。どういうこと？え、なになに？全然未知なんだけど。リアルサプライズですよ、皆さん。見えたよ。なんだろうね。皆さん誰だと思います？予想してください、コメントで。何？やばい。何？そっちどれ？何？何や、あれじゃね？これじゃない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 ？なんかやばい。結構、どういうあれなのかな？わかんない。何？すごい画反面射映してる。ウケる。ってこれ。てか、なんかすげえジャストフィット。どうも。本日はスパイダー山田でございます。やばい、最終日に新キャラ出た。から出たよ。いや、ああ、ウケる。どうもどうも。まあいい。すごい、超似合いますね。そうですか。全身タイツ着てほしい。あ、そうね。そうね。また全身揃えていこうかな。じゃあ、ちょっと名前を変更させていただいて。スパイダー山田で。
似合いますって書いてくれてる人いる。似合いますよね。お送りしたいと思います。ちょっとね、あのアホ毛が気になるお年頃、はい、すごいですか。いいダメ、いい、みんな評価して評価。いや、コメントめっちゃ来てますよ。あ、本当に、うん、似合います、かっこいい、すごい、お似合いです、面白い、素敵。あの登場の仕方に別に何かこう仕組んでたことがあったわけじゃないんで、すいませんね、こんな登場の仕方で。あ、つまんなくてごめんなさい。ということでゴールデンウィークね、今年のゴールデンウィークはね、河原に散歩に行きましたね。河原？河原ですね、川が近くにありますのでね、河原ですね、河原に散歩行って川ちょろちょろ触って、娘とね、旦那と晴れてる日は散歩に行ったっていう。あとね、ディズニーチャンネルの無料1ヶ月お試しキャンペーンをやってましてね、これちょっと西の方なのに東のこと話してるな。さっきのね、スリンキーさんの方ですね、ディズニーチャンネルでプリンセスにね、ハマってる娘と一緒にいろんな美女と野獣とかラプンツェルとか、まあエルサ大好きなのでね、エルサアナと雪の女王ね、なんか途中のね、いろんな物語があったりとかして、それを見てたりしましたね。そう、エルサのね、日本には多分映画はされてないけど、短いなんか物語でね、下がってくんなよ、ちょっとね、重くて。っていう感じでしたよ、はい。いいね、そうなんだ、それ探そう。アナ雪好きとしては、ね、アナ雪の精度が上がってますから、うちの娘の、いや本当に再現率すごいよね。大熱唱ですからね、面白い。精度ね、はい、いや、あっという間に10分なんで気をつけて、私に取られないで、はい、頑張って。じゃあまあまあ、でもまあ今日はね、こういう感じですけど、じゃあ GMG ですね、グッドモーニングラビスをやってみてはどうでしたか、この朝の7時。いろいろどうでした、ゆり先生、っていうゴールデンウィークの振り返り、はい。いや、やっぱりこう毎日ラジオしてる人とかすごいなと思って。何を、ラジオラジオラジオとか。でもこう毎日、まあ、初めてこう継続する、新しいことを継続するって最初は大変だと思うんですけど、まあ、でも何でもこうやっていくうちにやっぱルーティン化していくから、まあ、慣れればやっぱりできないこともないのかなって感じましたね、この6日間やって、まあ、これにとらわれずね、うん、何よりも私は早起きです。本当に6時台にも6日間連続起きたのって、これ多分いつぶりだろうぐらいな感じなんですよ。すみませんね、いつもゆっくりなもので。だからね、お肌のツヤがちょっと良くなった気がする。なんていうの、寝るから。で、一日をね、有効活用できたなっていうのはすごくあります。朝時間は嫌いじゃないんです、本当はね、好きなの。だからすごくいいし、なんか朝にこう人と話すってまず大事だし、まあ、考えるっていうのもそうですけどね、なんか楽しいし、こうつながってる感じを得られてすごい良かったなって思いますよ。はい、ダーさんどうですか、顔が。ね、真面目な話しますけど、目的は子どもたちのね、朝の習慣になれればっていうことと、あとステイホームの朝の楽しみにしてほしいっていうことと、あとね、考えることを続けること、私たちもそうなんですけど、
お母さんたちもそうですし、子どもたちも難しいと思うけど、ちょっと考えてみてほしいんだよっていうところで始めたんですね。でも結果なんか、自分に戻ってきた気がして、自分の習慣化になったし、なんか責任感になったし、あとは朝何して、あ、何食べろとか、こういうことね、何してやろうとか、なんか自分が楽しみになったっていうね。そう、あとなんか議論についていろいろ考えて、こう自分の考えを発信することで、特にね、この今の状況下なんて正解不正解ないからね、だから変わっていくこの状況下、の中、自分の信念を貫くこととか、あとこう変化対応していくこと、その手段の引き出しを増やす柔軟性が大切だなと思って、なんかいつもみんなに、あのチームのみんなに言ってますけど、主体性みたいな、受動的にならないでみたいな、っていうか私たちがじゃねみたいな、自分がこの世界の中で生きている人間の一人として、自分が主体的に動いていかないと、世の中に対して自分がこの世の中を動かしている一人なんだと思って、行動していくこと、考えていくことが必要なのかと思いました。はい、まとめていただきましたね。おられちゃうんだよね。鼻が、ね、だからこうしている。なるほどね、ちっちゃいそうですけど。というわけで、もうあっという間に今日は15分ですよ。皆さん伝わってたらいいな、嬉しいな。というわけでね、我々は引き続きこうやっていきますので、一緒にねステイホームを楽しんでいきたいなと思います。みんなもそれぞれ感想なり、この後もここチャンネル続きますのでね、続くのか、チャンネルは続くわ、あのアーカイブでしばらく見れるのでね、コメントとかグッドボタン押していただけたらなと思います。というわけでよろしいですか、言い残したことはないですか皆さん。またやりたいね。そうね、そうね、ちょっと事前に早めにお伝えいただいて、朝起きる準備をしっかりとっていうか、あの YouTube ライブをこうやって朝に知るっていうのも、まあ一つの手かな、ちょっといろいろ案出ししたいなっていうのと、皆さんもなんか、振り返りと、朝の方が良かったのか夜の方がいいのか教えていただけると、助かります。はい、お待ちしてます。というわけで、明日は何なんでしたっけ、ゆり先生。明日は先週ですね、レジーナのインスタライブを1回目やったんですけど、明日2回目の、レジーナからインスタライブの発信があります。ちょっと遅いんですけど、同じ9時からスタートしますので、そちらもぜひ見てください。先週参加していただいた方がたくさんいらっしゃって、ありがとうございました。明日は誰が出るかなってことですね。そうです。楽しみにってことですね。はい、というわけで、まあ、引き続き、お昼じゃないね、朝ですね、午前中かは、ライブレッスンというのをやってまして、一応ね、申し込み前日までなんですけど、空きがあれば、当日でもご相談受け付けますし、じゃんじゃん、連絡してください。待ってます。はい、というわけで、あと夕方はね、各クラスのオンラインタイムっていうものも継続してやっていきますので、いろいろご質問全然皆さんメールいただいてますので、自分ごとに取ってもらってね、私は関係ないじゃなくて、ぜひぜひ、活用していただきたいなと思ってやってますので、一緒に楽しい時間を過ごしていけたらなと思います。はい、ではね、ステイホーム、ちょっと長引きますが、無限の可能性ってものがありますからね。はい、楽しんでいきたいなと思います。一緒に楽しんでいきましょう。はい、本日も、そして6日間、ありがとうございました。引き続き。ありがとうございました。はい、頑張っていきましょう。では、良い一日をお過ごしください。自分が楽しみになったっていうね。そう、あとなんか議論についていろいろ考えて、こう自分の考えを発信することで、特にね、この今の状況下なんて正解不正解ないからね、だから変わっていくこの状況下、の中、自分の信念を貫くこととか、あとこう変化対応していくこと、
手段の引き出しを増やす柔軟性が大切だなと思って、なんかいつもみんなに、あのチームのみんなに言ってますけど、主体性みたいな、受動的にならないでみたいな、っていうか私たちがじゃねみたいな、自分がこの世界の中で生きてる人間の一人として、自分が主体的に動いていかないと、世の中に対して自分がこの世の中を動かしている一人なんだと思って、行動していくこと、考えていくことが必要なのかと思いました。はい、まとめていただきましたね。こうなっちゃうんだよね。鼻が引っ込んでる。だからこうしている。なるほどね。ちっちゃいそうですけど。というわけで、もうあっという間に今日は15分ですよ。皆さん伝わってたらいいな、嬉しいな。というわけでね、我々は引き続きこうやっていきますので、一緒にね、ステイホームを楽しんでいきたいなと思います。みんなもそれぞれ感想なり、この後もここチャンネル続きますのでね、続くのか？チャンネルは続くわ。あの、アーカイブでしばらく見れるのでね、コメントとかグッドボタン押していただけたらなと思います。というわけで、よろしいですか？言い残したことはないですか？皆さん。またやりたいね。そうね。そうね。ちょっと事前に早めにお伝えいただいて、朝起きる準備をしっかりと。っていうか、あの YouTube ライブをこうやって朝に するっていうのも、まあ、一つの手かな。ちょっと、いろいろ案出ししたいな。っていうのと、皆さんも、なんか、振り返りと、朝の方が良かったのか、夜の方がいいのか、教えていただけると、助かります。お待ちしてます。というわけで、明日は何なんでしたっけ、ゆり先生。明日は、先週ですね、レジーナのインスタライブを1回目やったんですけど、明日2回目の、レジーナからインスタライブの発信があります。ちょっと遅いんですけど、同じ9時からスタートしますので、そちらもぜひ見てください。先週参加していただいた方がたくさんいらっしゃって、ありがとうございました。明日誰が出るかなってことですね。そうです、楽しみにってことじゃない。だから結構近い人はうるさい、うち結構近いのかな、うるさいですね。そうなんだ、うん、牛蜜どけでしたよね昨日はね。また私もうとうとしててさ、朝みたいな、違うこれは何だ。本当にもう心臓がもう破裂しそうになるぐらい怖いから嫌だね。自分の心臓のバクバクが揺れてんのかと思って、昨日はでもちょっと揺れたのかなと、単位もね揺れたね、うん、みたいな感じでしたけど、まあ、オフにしてるので起きてませんっていう人もいる。でもみんなステイホームでいろいろ楽しんでる感じですかね。ね、いいじゃないですか。スリンキーさんはスリンキーなのかミニオンなのかさんは、はい、どうすりミニです。すりミニ、ちょっとゲストをお呼びしてるんですけど、今日いいですか。はい、いいですか、ちょっと時間いただいていいですか。すいませんね、じゃちょっと雑談してていただいて、すいません。どういうこと、なになに、全然未知なんだけど。リアルサプライズですよ皆さん、見えたよ。なんだろうね、皆さん誰だと思います、予想してくださいコメントで。ええ、何やばい、何何ちょっとすごい、何何やあれじゃね、これじゃない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 、なんかやばい結構。あ、え、どういうあれなのかな、わかんない、何何何、すごい反射してる、あ、ウケるこれ。てかなんかすげえジャストフィット、ウケる。どうも、本日はスパイダー山田でございます。やばい、最終日に新キャラ出た、キャラ出たよ、ああウケる、どうもどうも、すごい超似合いますね、
そうですか。全身タイツ着てほしい。あ、そうね。そうね。また全身揃えていこうかな。じゃあ、名前を変更させていただいて。スパイダー山田で。似合いますって書いてくれてる人いる。似合いますよね。お送りしたいと思います。ちょっとね、あのアホ毛が気になるお年頃。はい。すごいですか。いい。ダメ。すりみにです。すりみに。ちょっとあのゲストをお呼びしてるんですけど。今日？いいですか。はい。いいですか。ちょっと時間いただいていいですか。すいませんね。じゃちょっと雑談してていただいてください。どういうこと？え、なになに？全然未知なんだけど。リアルサプライズですよ、皆さん。見えたよ。なんだろうね。皆さん誰だと思います？予想してください。コメントで。え？え？なになに？やばい。なになに？そしてどれ？なに？何や、あれじゃね、これじゃない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 、なんかやばい、結構、あ、え、どういうあれなのかな、わかんない、何何何、あ、すごい反射してる、あ、ウケるこれてか、なんかすげえジャストフィット、ウケる、どうも。本日はスパイダー山田でございます。やばい、最終日に新キャラ出た。キャラ出たよ。ああ。いける。どうもどうも。こういう、まあいい。すごい、超似合いますね。そうですか？全身タイツ着てほしい。あ、そうね。そうね。また全身揃えていこうかな。じゃあ。名前を変更させていただいて。スパイダー山田で。似合いますって書いてくれてる人いる。似合いますよね。お送りしたいと思います。ちょっとね、あの、アホ毛が気になるお年頃。はい。すごいですか。いい。ダメ。いい。みんな、評価して、評価。いや、コメントめっちゃ来てますよ。あ、本当に、うん、似合います、かっこいい、すごいお似合いです、面白い、素敵あの登場の仕方に別にあの何かこう仕組んでたことがあったわけじゃないんで、すいませんね、こんな登場の仕方でつまんなくてごめんなさい。ということでゴールデンウィークね、今年のゴールデンウィークはね、河原に散歩に行きましたね。河原？河原ですね、川が近くにあの、うん、ありますのでね、あの河原ですね、河原に散歩行って川ちょろちょろ触って、あの娘とね、あの旦那と晴れてる日は散歩に行ったっていう。あとね、ディズニーのね、昨日の緊急速報、皆さん起きました？さすがに起きるんじゃないですか、あのボリュームこの間もあったんだよね、平日、あ、夕方、夜か、7時、一昨日とかですよね、多分。あれだっけ、うん、いや結構最近でしたよね、なんかしかもさ、全部鳴るじゃない、うん、ありとあらゆるものが、ね、そう、携帯と外も鳴ってるからね。あ、そうなの？え？外でも鳴ってると思いますよ。何が鳴るの？あの市内の放送みたいなのあるじゃないですか。へえ。全然気づいてない。だから結構近い人はうるさい。うち結構近いのかな。うるさいですね。そうなの。牛三つ時でしたよね、昨日はね。また私もうとうとしててさ。朝？違う、これは何だ？本当にもう心臓がもう破裂しそうになるぐらい怖いから嫌だ。ね、自分の心臓のバクバクが揺れてんのかと思って、昨日はでもちょっと揺れたのかな、と単位もね。揺れたね、うん。ね。みたいな感じでしたけど。
まあ、オフにしてるので起きてませんっていう人もいる。でもみんなステイホームでいろいろ楽しんでる感じですかね。ねえ、いいじゃないですか。スリンキーさんは？スリンキーなのかミニオンなのかさんは、はい、どう？スリミニです。スリミニ。今日ちょっとあのゲストをお呼びしてるんですけど。今日？いいですか？はい。いいですか？ちょっと時間いただいていいですか？すいませんね。じゃあちょっと雑談してていただいて。すいません。どういうこと？何何？全然未知なんだけど。リアルサプライズですよ皆さん。見えたよ。なんだろうね。皆さん誰だと思います？予想してくださいコメントで。え？え？何何？やばい。何何？ちょっとどれ？何？何やあれじゃね？これじゃない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 ？なんかやばい結構あえどういうあれなのかな、わかんない、何何何すごい反射してる、あ、ウケるこれてかなんかすげえジャストフィットウケる。どうも本日はスパイダー山田でございます何よりも私は早起きです本当に6時台に6日間連続起きたのってこれ多分いつぶりだろうぐらいな感じなんですよ。すいませんね、いつもゆっくりなものでだからね、お肌のツヤがちょっと良くなった気がするなんていうの、寝るからで1日をね有効活用できたなっていうのはすごくあります。朝時間は嫌いじゃないんです、本当はね好きなのだからすごくいいし、なんか朝にこう人と話すってまず大事だし、あの、まあ、考えるっていうのもそうですけどね、なんか楽しいしこうつながってる感じを得られてすごい良かったなって思いますよ。はいださんどうですか、顔がさね、真面目な話しますけど、目的は子どもたちのね、あの朝の習慣になれればっていうことと、あとステイホームの朝の楽しみにしてほしいっていうことと、あとね、考えることを続けること、私たちもそうなんですけど、お母さんたちもそうですし、子どもたちも難しいと思うけどちょっと考えてみてほしいんだよっていうところで始めたんですね。でも結果なんか、うん、自分に戻ってきた気がして、自分の習慣化になったし、なんか責任感になったし、あとは朝何して、あ、何食べろとか、こういうことね、何してやろうとか、なんか自分が楽しみになったっていうねそう、あとなんか議論についていろいろ考えて、こう自分の考えを発信することで、特にね、この今の状況下なんて正解不正解ないからね、だから変わっていくこの状況下、うん、の中自分の信念を貫くこととか、あとこう変化対応していくこと、その手段の引き出しを増やす柔軟性が大切だなと思って、なんかいつもみんなに、あのチームのみんなに言ってますけど、主体性みたいな、受動的にならないでみたいな、っていうか私たちがじゃねみたいな、自分がこの世界の中で生きている人間の一人として、自分が主体的に動いていかないと、世の中に対して自分がこの世の中を動かしている一人なんだと思って、行動していくこと、考えていくことが必要なのかと思いました。はい、まとめていただきましたねこうなっちゃうんだよね鼻が引
like, are you